はい、どうもゴルプリング4です。4です。4です。紹介、したいものがありまして、まあ、ゴルフクラブにまつわるものなんですけど、まあ、スリーブありますよね。ドライバー、カチャカチャできるやつなんですけど、まあ、各メーカーそれぞれ違うんですよ。やっぱり、テーラーメイドのスリーブにはキャロウェイさせませんしね。まあ、それも逆もですけど、まあ、それができてしまう、スリーブが存在しますよということで、オールフィットスリーブっていうやつがあるの、まあ、知ってる人もいると思うんですけど、まあここに今ね結構各メーカーあるんですけど、いろいろちょっと試してみたので、まあ、知らない人も、まあ、知ってる人も、まあ、他のメーカー自分が持ってる以外のメーカーでもしここで参考になるのがあるかもしれないんで、まあ、ちょっとお話ししていこうかなと思うんですけど、フィットスリーブどのメーカーにも合わせられるように、まあ、スリーブ本体にこういうリングが、各種類出てますと、それをつけて間に挟むことによって、まあ、このカチャカチャネジで留めれますよ、ここのスペースが埋まりますよっていうことなんですけど、一応その適合しているメーカーですね、まずテーラーメイド、キャロウェイ、タイトリスト、ピン、このピンに関しては G400 と G410 でちょっと違うので、ピンの 2って書いている方が最新の方です。410、425が使えます。で、ミズノ、ブリヂストン、コブラ、PXG です。スリーブ各メーカーにちょっとずつやっぱ変わったりしてるんだよね、テーラーメイドで言うとR11 うち持ってますけど、最新のこの、まあ、シムとかステルス系とちょっと違うんで、でキャロウェイで言うと2014年15年その辺ら辺でちょっと変わってます、で、ピンもさっき言ったように G400 と410で違います、っていうことなんで、まあこのオールフィットで言うと最新モデルに今適合はまあしてるのかなということです。でもし適合しなくなったらこのピンの2みたいに新しくリングが追加されるっていうパターンもあるかもしれない、そういうのがありますよって言ったところですね。で一応僕らがこの持ってる4つのメーカーで言うと、テーラーメイドですね、うちは M5 持ってますけど、これとオールフィットする場合、まあ、リングはもちろんテーラーメイドフィットのリングをつけて入れるんですけど、ネジはですねそのままいけます、テーラーメイドの場合このヘッドに最初からついてるネジね。そう、だからこのネジを抜いたりしなくてもいいです、はい。で、キャロウェイに関してはちょっとネジ変えないとダメなのかなといった感じです。基本的に若干細いよね、このオールフィットの方のネジはね、若干細い。そして長さのちょっと差もあるので、これはねついてくる場合とついてこない場合とかもあるので、そこはもう購入するところに、まあ、問い合わせるなりレビューを見るなりで見るしかないと思うんですけど、キャロウェイの場合はこういう金具というかこのワッシャー、とかあとパッキンみたいなのがちょっと多いので、これはなくさないように、あとつけるときもこのオールフィットの方に、まあ、一応つけてた方がいいんじゃないかなと思います、でこれもあと一つ問題なんですけど、ある程度ね各メーカーねヘッド内部に入ります、パッキンとか、外してる最中にこの中に入っちゃうと、特にキャロウェイはね何回か入ったことがあるんですけど、
まあ、たまに振れば出てきます、うん、ただジェルにひっついてなかなか取れない場合があって、うん、打ってる最中にカラカラいうパターンもあります、うん、そうヘッドの内部って空洞じゃないもんね、なんかジェルは塗ってるもんね、そうそうそう、うん、だから本来、パッキンで内側から止めてるんで、ネジが脱落しないようにでしょ、そうそうそう、落ちてこないように、この PXG は今もあの落ち込んでます。だからもうここ空洞に、これも中に1回パッキンが入ってます。ただ出てきました。うん、っていうのがあります。次がコブラ行くのかな、うん。コブラに関してはちょっとね、ちょっと怖いです。うん、小窓があるんですけど、うんうん、ね、通常だとそこからロフトがこう回るにつれて、うん、まあ、マイナス1、マイナス 1D とか、1.5 プラスとか見えるんですけど、見えないどころかネジが見えますね。ああ、そうね。で、専用のネジが多分ついてくると思います。長いやつです。だから、本来届かないんだよね、ネジに。で、こう、浅いというか、こう入る、うん。だから、中途半端なネジが見えてる状態。で、強度大丈夫なのかっていうと、トモのヘッドスピード 45.6、全く問題ないし、リュウが打ってても、まあ、数球打ったりとかしますけど、うん、まあ大丈夫だろうと、うん、で特にテラメド の, こういう M5 とかスライドウェイトがありますね、まあ、社外のもののネジがすごくね柔らかいというか、うん、ネジ切っちゃう、ね、ネジ切れるんですけど、それよりかはまだ耐久性がスリーブ自体のネジはあると思います、うん、で PXG もネジ変えました、ネジ回したね、かなり長いからね、長いというかね、うん、スリーブに対してというか長さに対してというかね、うん、っていうような感じです。なのでやっぱりヘッドのこの中に入る、長さが変わるんで、うん、クラブ長ももちろん変わるし、あとはやっぱりコブラみたいにねちょっと不安だなっていうパターンもあると思うし、あとはさっきも言ったこのネジを変えるパターンと変えないパターンあるんで、基本的にはテーラーメイドだけ変えなくていいって思ってた方がいいんじゃないかなと思いますね、うんうん、で重さ自体でいうとこのスリーブのポケット含まない、うん、ネジ含まないで 5.4g、まあ、5g 台だそうです。で、このリングによって重さがやっぱ違うと思うんですけど、キャロウェイのスリーブが結構重たいのね、純正の 9g ぐらい、うん、他のメーカーに 7g ぐらいなんですけど、キャロウェイのみちょっと軽くなるんじゃないかと。ああ、オールフィートすることによって。そうそうそう、うん、1g とか前後です。で、キャロウェイは回らないんですよ、スリーブ。基本的に。うん、純正はね。だけど、オールフィットも全部メーカーも回ります。シャフトがね。そう。うん、で、プラスマイナス 1.5 度かな、できるそうなんですけど、それはちょっとあまり期待しない方がいいかもしれないしね、うん、まあ本当に、1本のシャフトでスリーブリングだけ変えていろんなヘッドで打てるっていうのが、うん、まあいいところだと思うのでね、あまりそのロフトを細かく測ったりとかはまだしてないんですけど、一応ロフトとかの調整もできるということです。注意点は、まあさっきも言ったようにネジの長さとかネジを変えるだとかっていうのがあるので、かなり慎重に作業はした方がいいと思います。この、今言ったね、ちゃんとこうネジが入っていって、もう壊れてしまったらもうとんでもないんで、ネジ切ったりとかね、このネジが舐めないように、うん。普通に扱えば大丈夫なんじゃないかな。普通に丁寧に扱えば。はい、シャフトがね、いろいろ打ちたい人にとっては、結構ね、やっぱ、大事になってくると思うんで、うん、特に PXG は J ビームと同じスリーブだし、キャロウェイはクランクと合うとかね、うん、だからこのオールスリーブもクランクに合うかもしれないけど、うん、まあまあ怖いよねとか、うんうんうん、クランクのヘッドはリングが3つついてるんで、そう、ね、若干ちょっと違うのかなとも思ったりもするし、うん、でピンに至っては純正自体がきつすぎて、うんうんうん、スリーブ周りが割れるっていうのはもうすごく見るので、うん、逆にオールフィットによって改善されるっていうパターンあるかもしれない。ちょっと緩くなって、うん、ピンのヘッドさ、シダンの時とかカンカンカンってやっぱ抜けないからさ、うんうん、やるじゃん、うんうん、
あのシダのフィッターとかショップでも、うんうん、それぐらいきつすぎて割れるんで、うん、この辺が。だからもしかしたら、うん、オールフィットもきついのかもしれないし、うん、まあ、そこら辺はね注意していただかないといけないところかなと思います。実際ほら、そういう大型のシャフトいっぱい取り揃えてる店舗でもこのオールフィットつけてるところもあるみたいだから、うん、実際にそのシダのフィッティングのところでも使っているのはあるので、まあまあ信頼できるんじゃないかなと思います。あとはこのリムなくしたらもうできないので、まあ1個な安いところなら700円ぐらいで買えるのか。各メーカーね、本体このスリーブ本体も2000円台の3000円ぐらいだよね、うん、夢のようなスリーブですよ。でもそうです、これはお試しください。はい、ありがとうございました。